皆さん、こんにちは。マダルユルビジです。今回は、ガイアセーバー、続きをプレイしていきたいと思います。では、早速、第4話、始めていきましょう。ネオジオン軍の出現。宇宙では激しい戦闘が始まる。そして、アムロは。果たして、ヒーローたちは地球を救えるのか？地球を守ることはできるのか？運命は君の手にかかっている。To be continued。第4話が始まりました。アムロ、よせ、やめるんだ、来ないでくれ。ダラーですね。アムロ、あなたはこれからもその手を赤い血で染めながら戦い続けていくつもりなの？そう、だったら仕方ないこと。もう何も言うことはないわ。ただ、あなたと違ってシャアは自分の進むべき道というのかしら、運命を受け入れたわ。意味深ですね。夢だったのか。お、警報が鳴ってます。スクランブル、スクランブル。クワトロ隊が脱走した。パイロットは MS デッキに急げ。じゃあ、ちょっとクワトロ、まあ、つまりシャアですね、脱走したということなんで、モビルスーツデッキへ向かいましょう。あ、アムロだ。ダメ、シャアを行かせてあげて。シャアを行かせてあげてと言われてもな。では、MS デッキに急ぎます。ジュドウやアポリー、ロベルト、そしてカミーユなんかがいましたね。モビルスーツデッキは4階でした。お、ニューガンダムもいそうでしたね、今ね。お、クワトロの百式と、キュベレーがいますね。お待ちしておりました、大佐。これからはシャア大佐。そう、お呼びすることにしましょう。さあ、ご一緒に。キュベレーってことはハマンなのかな？だけど、ララーが言っていたこと、どういうことなんだ。何が何だかわけがわからない。とにかく船津に戻るかと、アムロでした。ここにいるのはアレキサンドリアじゃないのか。これはニューガンダムですね。最高フレームとピンファンデルにより戦闘力の高いモビルスーツです、ということですね。あ、ジョブジョンがいる。僕もルナツーでの任務に回されたんだ、懐かしいなぁと言ってますね。じゃあ、ちょっと一旦基地司令のもとに戻りましょうか。ジュド。あ、アムロ大尉、一体何があったのですか？クワトロ大尉がどうしたって言うんです？ジュド。そうか。君には話したことなかったな。実は、てん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 。なんですって、クワトロ大尉が赤い彗星の使者、本当なんですか？とてもじゃないけど信じられない。あ、そうだよね。いや、ここにいるアポリーやロベルトは置いてきぼりを食らったのかな？ちょっと確認しましょう。満足に動けるモビルスーツは少なくなってきた。ということが何も変わっていない。この調子だと、どうだろう。ロベルトも同じこと言ってそうだな。そうですね。腕のいいパイロットが足りない。変わりませんね。では、ちょっと基地を探索します。なんか、この辺にカミーユもいたような気がするので、カミーユにも話を聞いてみましょう。気をつけて、暗闇が変わりませんね。クワトロ隊が脱走したというのに、カミーユが目覚めない。アムロ君、早速だが任務だ。201コロニーと203コロニーとの連絡が途絶えてしまった。救難任務ですまでが、ここでコロニーとの連絡が取れないとルナ2は孤立してしまう。それだけは避けたい。モビルスーツを準備させた。すぐに格納庫で受け取ってくれ。頼んだぞ。これ、ニューガンダムかな？ニューガンダム受領したいですね。では、再び、モビルスーツデッキ、MS デッキへ向かいます。モビルスーツデッキへ、ニューガンダムの元へそろそろと歩いていき、ニューガンダムを手に入れました。
じゃあこれで出発しましょう。201コロニーと203コロニーと言ってましたね。では早速向かいます。709コロニーですね。リチャードの家、ウォンの家、ウォンリーさんの家かな、ちょっと気になる。ウォンさんの家行ってみましょう。ちょっと寄り道をしてしまいましたけど、明らかに違うな。コロニーの単なる住人でした。じゃあ203コロニー、201コロニー急ぎます。はい、徘徊の末201コロニーにたどり着きました。では201コロニーはどうなんだろう。これ見ると酪農しているコロニーっぽいですけどね。確認していきます。ここは牧畜コロニーのようだが、この牛の死体は変だな。内臓がくり抜かれている。それに体液もないみたいだ。これがキャトルミューティレーションというやつなのか。なんかいるな。誰なんだこいつらは。調査隊がいますね。内臓が全て奪われている。では続いて203コロニーにやってきました。ここは倉庫とかもあって普通のコロニーっぽいですね。では徘徊していきます。コントロールセンターに入ってきたんですけど、なんかダンジョンっぽい音楽に変わりました。ただ敵との遭遇はなさそうなんで、ちょっとこのままコロニーの徘徊を続けます。で、やっと人がいた。どこにもね、人が全然いなかったんですよね。ねえねえ、ユリゲラーって子はすごい嘘つきなんだよ。UFO と話したなんて言うんだもん。ユリゲラー。なんか時代を感じさせる、そういうエピソードが盛り込まれてましたね。まあ、ただ今のところそのユリゲラーの話をした女の子以外、誰もいないですね、ここはね。もうちょっと探索続けましょう。あ、ユリゲラーの家がある。早速ユリゲラーの家に行ってみましたが、誰もいなそうかな。あ、ここにもなんか少年がいる。ユリゲラー、みんなは信じてくれないけど、僕が呼べば UFO はやってくるんだ。本当なんだよ。なんだったら今すぐ UFO とコンタクトしてみようか。お願いしましょう。僕、嘘つきじゃないもん。コンタクトしてくれたのかな、本当に。ユリゲラー少年がいましたけど、あとはじゃあテッドの家、アカデミービル。あ、ここなんか子供しかいないや。ここ知らないおじさんがこのコロニーに住んでいる人間すべて私にくれないかって言ったんだ。そしたらみんな消えちゃった。そういうことを。なんか人が少ない、まあ人というか大人がいないっていうのがちょっと気になってましたけど、なんか怪しい謎の人間に連れ去られてしまったのかな。特に何もイベントらしいものがなかったので、お、なんだなんだ、ウルトラマンだ。待ってくれ、アムロ。ウルトラの父に君に協力するように言われてきたんだ。確かにね、一人だとかなり戦闘が苦しかったんで、ウルトラマンたちが仲間になってくれたのは大きいですね。そしてなんだ、UFO がいるな。あの少年が呼んでくれたのかな。誰かいる。誰なんだ。メフィラス星人だ。我々はメフィラス星人。君たちがここへ来た理由は知っている。人間たちはこの UFO のミクロ過失で生きたまま凍らせてある。メフィラス星人ね、新ウルトラマンがアマプラ、アマゾンプライムで配信されてたんで、ちょっと見てみましたけど。メフィラス星人がそこでは出てましたね。しかし私たちは正しい取引をしたはずだ。私たちは間違っていない。君たちにどうこう言われる筋合いはない。たかが人間ではないか。我らが食用にするからといって怒ることもなかろう。どうしてもというなら、こうだ。戦闘かー。メフィラス星人との戦闘になりましたね。では戦っていきましょう。まあ、そこそこ強そうなんで、まあ、必殺技打っていきますか。まずは全力攻撃でいきます。アイテムが実はあまり買えなかったので、回復する余裕もないと思うので、もう一気にここは力攻めでいきましょう。イベント戦闘の可能性もあるので、そうなるとね、ちょっと必殺技ポイントを使ってしまうのはもったいないかなと思うんですが、
イベント戦闘じゃないとやり直しになるとかなりの面倒になるので、ここは全力でいきます。ウルトラマンはね、前もお話したかもしれないんですけど、小学生ぐらいの頃、体調悪くて寝込むと撮ってたビデオを母親がよく見せてくれたなっていうのがウルトラマンの一番の思い出ですね。僕は時代的にはどうなんだろう、ウルトラマン、帰ってきたウルトラマン、あとはウルトラマンレオももちろんやってましたし、あとウルトラマンタロウもやってましたね。それくらい、ああ、ウルトラセブンももちろん見ました。そこぐらいまでですね。なので、新しい世代のウルトラマンは正直よくわかってはいないので、このあたりのウルトラ戦士が出てきてくれると逆にテンションが上がるというか嬉しいですね。イベント戦闘じゃなかった。倒せました。メフィラス星人を倒しました。で、ユリゲラー少年はこのメフィラス星人と何を解放してたんでしょうか。通信が切れた理由は分かりましたね。メフィラス星人が関与してたということだったんだと思います。あの UFO の中にコロニーの人たちがいたのでは。あ、そうかも。何も言わずに殺してしまったけどよかったのかな。ルナ2に戻ってきました。実はちょっとアイテムで、このニューハイパーバズーカー気になってたので買いましょう。これ、アムロに装備させたいので、まあ今はね、口もび状態なんですけど、ニューガンダム塗り替えたら、ニューハイパーバズーカを装備してもらいたいと思います。では、ルナ2を徘徊していきます。探索ですね。まずは基地司令のもとに向かいましょう。あ、完全にメフィラス星人が暗躍していたコロニー201と203の住人を、ミスミス。殺してしまいましたから怒られるかもしれないですね。基地司令、アムロ隊、悪いのだがすぐにサイドワンに行ってもらいたい。あの辺りで妙な動きがあるんだ。どうやら戦闘のようだが、ミノフスキー粒子のおかげで確かめられない。ほう。じゃあ今度はサイドワンに向かいます。といってもね、サイドワンがどこにあるのかがわからないので、またちょっとその探索からですね。では出発しまーす。銃とかですね。僕も連れて行ってください。きっと役に立ちますよ。あ、ジュドウが仲間になった。これ戦闘に参加してくれんのかな。ステータス見るとアムロ、ウルトラマン、ウルトラセブンに、ウルトラマンレオナ、戦闘参加はなさそうですね。ただジュドウに絡むイベントが何か、発生するかもしれません。では、サイドワンを探していきたいところなんですが、イベントが始まりましたね。ザザザザザザ、ザザ。しゃ、貴様、どういうつもりだ。これ以上コロニーを落としたら地球を占領しても無駄になるぞ。明らかに裏切りだ。貴様は自分のしていることが分かっているのか。宇宙人からもショッカーからも狙われることになるのだぞ。ザザザザザ、そんなこと私の知ったことではないだ。この堕落しきった人間どもは裁かれるべきなのだ。どうなってんだ、ジョン同士が戦っている。それにコロニーを落とすだってまさかサイドワンを。もう遅い。誰も止めることができない。コロニーはすでに動き始めているのだ。おお、シャアがコロニーを落とそうとしてるんですね。では、サイドワンを探しに行きます。サイドワンの場所ぐらいちょっと教えてほしかったですよね。では、104コロニー。まあ、サイドワンのコロニーの一つだと思うんですけども、ここに行ってみましょう。コロニー、コントロール以外行くところはなさそうなんで、コントロールに入ります。探索しましょう。なんか柔道がカシャカシャやってんだ。敵との遭遇はなかったですね。バーニアが壊されてる。これじゃダメだ。落ちるのを黙って見ているしかない。今度はアムロがカチャカチャやってます。ニューガンダムで押し出してくれ、アムロよ。アムロもダメだったのか。でもうちょっとここ探索しましょうか。
この104コロニーなんですけど、特に探索したんですが他になかったので、一旦コロニーから出ましょう。アムロ隊、どうする気ですか？なんとか、なんとかしないと。大丈夫、昔はアクシズだって。そうだね、アムロはアクシズを押し出そうとしてましたから。コロニー落とし。ニューガンダムのパワーはコロニーを止められるのか、それとも。てん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 。人類滅亡まであと71億人。続く。お、第4話、終わりましたね。まあ、戦闘らしい戦闘はメフィラス星人との一戦だけだったかなと思います。では、第4話、少し短いかなと思いますが、キリがいいので、ここまでにさせていただいて、次回ですね、第5話をプレイしていきたいと思います。